安川茂成安川茂成から1906年8月29日は、明治期の官僚、政治家、実業家、衆議院議員。遺械君党は、肖像医、君三頭随法省。天保10年3月、上野国で生まれる。道の北ぐら藩士、岩崎八十吉の四男。上野国新殿軍面田村大技上田中次六とも、生まれ。 白川藩士の家督を継ぎ、江戸に留学し、大鳥圭介の塾に学ぶ。改正書に転じて学校名が、大学南校となるまで学んだ。1867年慶応義塾に転じ、大村増次郎の地具を得る。慶応義塾卒業後、改名換気の編集者となる。母親戦争では、岩倉智美の地具を得た。 半席法官の際に森有則に押されて行政官になる。その後岩倉智美に命じられて欧米を視察。公部省書記官、会計検査院部長、東京資産事会員。日本鉄道会社監査役、愛国生命保険社長を歴任した。1898年には第6回衆議院議員総選挙に当選し、県政本党に所属した。1906年、 人間と糖尿病のため公居。去年68歳。墓所は、青山霊2十8から1の重生寺墓地。1884年には、麻布区郊外町126番地に、自らの名前を取った、浄土、総友明さんをサムトリイン、茂寺を回帰している。海さんは、安川氏の園祖の友明商人、青山義光寺の住職であった深山法運氏が、 初代住職となった。本尊は、阿弥陀如来、他に、不動明王、地蔵村、五百羅漢を祀る。また、秋月死釈の室や毛利公釈の母親などの家族の婦人たちが集まって、念仏を唱えながら金を売っていたため、俗にカンカン寺と呼ばれた。また、北白川宮義久親王や柳原愛子といった、皇室の人々も参詣した。 茨城県北相馬郡と根町には、旧田倉藩主の安倍忠志が、天学、安川重成が書を記した、飯島君の母名がある。飯島君とは、飯島利平のことで、下宇佐国北相馬郡上、曽根村文村の合農で、碑文によると、農作業の傍ら、算術や稼働演習を習うなどした。1871年には、村役人に壊れて、 利根川の測量を行った、1877年9月23日病没、去年67、ありがとうございます。